本日は熊本県阿蘇山のふもとにある南阿蘇村へ。本日は南阿蘇村にやってきました、この村はたくさんこう綺麗な湧き水が湧く村だということで、綺麗なお水と暮らす皆さんのご飯を調査したいと思います。行ってきます。八代さんが乗り込むのは人気ローカル線南阿蘇鉄道。名水の里を走るため水がつく駅名が多く、日本一長い駅名南阿蘇水の生まれる里白水高原駅もあるんです。ということで、今回は湧き水とともに暮らす村人のご飯調査と参ります。スタートは中松駅から。じゃあ電車に早速乗りたいと思うんですけど、切符ってどこにP もないですよね。すいません。切符ってどこで。あ、切符はありません。あの一番後ろから乗車される整理券をお取りください。はい、わかりました。ありがとうございます。ねえ、すごい可愛い電車。ジロですかね。めちゃくちゃ可愛いんですけど。この列車。何？てるてる坊主。可愛い。保育園で。梅雨時でもたくさんのお客さんに乗ってもらいたいと、村の園児が飾り付けした特別車両です。こんにちは。すごい。観光の皆さんですか、もしかして。すごい。台湾って何だろう、挨拶。ニハオ？ニハオ。熊本県の名水の里南阿蘇村でご飯調査出発しました。南阿蘇鉄道は立野駅から高森駅までおよそ18キロを結ぶ路線。2016年の熊本地震の影響で、現在は中松駅から高森駅の5駅間で運行しています。嬉しいですよね。はい、白川駅に停まります。はい、こんにちは。あ、すいません。ここにお住まいですか。はい、そうです。そうなんですね。ここは湧き水がたくさん湧くって聞いたんですけど。結構あるんですよ。え、もうそこら辺で湧いてるんですか、はいはい、水が。水源はここで落ちるんです。あ、ここで。じゃあ水源ってちょっと聞いたんで私降りますね。はいはい、ありがとうございます。前から降りる。あ、前からだ。すいません。ありがとうございます。すいません。バイバーイ。イエーイ。バイバーイ。ありがとうございます。はい、これ切符は。あ、はいはい、すいません。ありがとうございました。よいしょ。わー、かわいい電車だった。失礼します。駅、南阿蘇白川水源駅。水源ですのでたくさんあるんじゃないですか、この辺に。いやー、すごい。でも本当に
めちゃくちゃ綺麗ですね。うわうわすごい、見渡す限り山、そして田んぼが多い。うわ水源ありますかね。どこだ、目指しましょう、行こう、水源の旅。お、人がいる。こんにちは。こんにちは。すいません。今は何をされてたんですか。はい、湧き水をこう訪ねて回ってですね。はい。そこで俳句が好きだから、はい、俳句ができたらいいなと思って。すごい。休んでました。素敵。どちらから来られたんですか。熊本市内です。あ、市内から。ここはあそこに小池水源ってあって、下の方がですね、はい、池になってますけど、とても木があって涼しいから、あそこにしばらく座ってました。あ、そうなんですね。で気持ちよかったけど、はい、俳句はあんまりできませんでした。あそこにただいましたっていうだけでですね、はい、緑陰の水に囲まれ至りけりという、わいいですね。水に囲まれたっていうことを、はい、まあ、言いたかったけど、これはすごい、うまい人が聞いたらちょっと恥ずかしい。いえいえいえ、どうもありがとうございます。お父さん、すいません。じゃあちょっと見てまいります。ありがとうございます。じゃあちょっと水源行きましょう。小池水源、わあ、すごい。ちょっと俳句を読みたくなる水源、どんな場所なんでしょう。綺麗、すっごい綺麗。うわー、いやー、これはまた穴場って感じがしますね。風に揺られて、こう水面がすごく綺麗に映ってます。いやー綺麗。すごい。阿蘇山からの伏流水が湧き出る小池水源、古くから灌漑用の池として利用されてきましたが、2004年に公園として整備され、地元の人に親しまれています。ここで八代さんも一句。水源もいいけど腹が減ってきた。はい、ありがとうございます。いや、人いるかな。白川水源こっちって書いてあります。看板見つけた。ここですかね。駅名にもなっている白川水源へ。鳥居がありますけど、へえ、神社なんだ。ここの中ですかね。行ってみますか。お邪魔します。へえ。ここじゃない？飲めるのかしら。わ、すごい。めちゃくちゃ綺麗。わ、すごい綺麗。すごい。皆さんこうやって持って帰るんだ。こんにちは。今日はどちらから来られてるんですか。私はね、鹿児島です。あ、鹿児島から。はい、お水、あ、ここに来るのはどれくらい。いや、初めて。初めて。あ、そうなんですね。ウェルトも来てみたいなと思って。はい、
飲まれました？飲みました。すごくね、美味しいね。この水はどうされます？持って帰って、持って帰ってどうしましょう。どうしましょう。大事に大事に、はい、ご飯が気になりますが、さすがに鹿児島まではついていけませんよね。ちょっと失礼して、失礼します。うわ、すっごく冷たい。おいしい。すごい冷たいし、サラサラしてます。めっちゃ、ちょっとお店の人に聞いてみます。おいしい湧き水を使ったご飯見たいですね。すごい、何かやってる。こんにちは、お話聞いてもいいですか？ちょっとあのテレビ東京で旅のロケさせていただいてるんですけど、あのここの地元の方ですか？あ、はい、地元です。そうなんですね。じゃあ生まれた時からも。あ、そうです。水源はもうずっとあったんですか？そうですね、ここはもう昔からあって、はい、まあ、あの地震の時とかですね、水が あれだった時はもうすごい重宝してました。そうなんですね。じゃあ地震の時も地震に負けずずっと湧いてたんですか？はい。村に11ある水源の中で最も規模の大きい白川水源。毎分およそ60トンの水が湧き、水温は年間を通して14度。近年はパワースポットとしても人気を集めているんです。あらあら、何ですかあの旗は？あの水玉って言ってですね、はい、水まんじゅうですね。去年の夏から、はい、あの新発売で、白川水源の水で作った水まんじゅう。そうなんです。ちょっといただきたいですけ ど、 どいいですか？はい、わ、ここに書いてある。うわ、すごい、粒あんの入った水まんじゅう。ちょっといちご あの寒天ジュレが、甘酸っぱい感じで、はい、水まんじゅうは白川水源の水で練ったくず餅で粒あんを包んだもの。いただきます。この周りのお餅が、あ、もちもちしてて、プルプルもちもち、はい、あんこが甘くて、これがちょっと酸っぱいので、そうですね、ちょうどいい感じで、めちゃくちゃちょうどいいです。ちょっと一つお願いがありまして、はい、あなたのご飯見せてください。え、ご飯ですか？お昼ご飯ですか？はい、いや今日持ってきてないです。え、あの物産館に買いに行こうと思って。あ、なるほど。ではちょっと行ってまいります。名水を使った料理ではないみたいですね。では綺麗なお水でパワーをもらったので、ご飯探し行きましょう。この辺は結構お家が多いですね。なんか昔ながらの建物が多いので、ずっと住んでらっしゃる方たちかな。いらっしゃった、あそこお二人いる。お二人、あら、いらっしゃったと。こんにちは。はい、あ、すいません。あたたちゃん、何事な。ロケをさせていただいてまして、お話聞いてもいいですか？いいよ。ありがとうございます。逃げようことあるばって逃げ切らん。なんかお話しされてたんですか？うん、そうよ。おめえばね、おめえばつけてからね、はい、シーソーはもんでからね、今おめえシーソーつけて、はい、あー、梅干しつけてたんですね。シーソーもんだ、すごい、うん、え、お母さんつけたんですか？いや、お母さんが、うん、うちはって。これ見ていいですか？いいよ。前つけたぞ、見せ、私今日見せてもらったって。すごい、うん、梅干し、あ、出てきた、うん、うわ、美味しそう。大きいでしょ、あなたたちが工程食べるというよりも大きい。いい香りがします、梅の。どこにいてきたの？
あの水源を見てきたんですけど、何箇所か、はい、なかなかあの地元の方にお会いできなくて、こお母さんは地元の方ですか？そうよ。あ、この近くにも水源ってあるんですか？あ、元いた、いたとこにね、川上の水源、はい、寺坂の水源あるよ。へー、これのね、はい、池はね、はい、みんな人間様よりも田んぼがよか水吸うの。今もじゃあここのお米を食べてらっしゃるんですか？はい、そうです。もう最高ですか？あ、美味しいですか？美味しい。へー、有名な理由はね、この米。一個お願いがあるんですけど。何でしょう？いやーもうな、お願いや、振るわ。ちょっとお願いがあるんですけど、お母さん。あなたのご飯見せてください。いやー、ご飯なん今日はない。今日ほんと、ほんと、ほんとに、うん、私もお手伝いするんで。いやー、いけない。すいません、お母様ありがとうございます。失礼します。あー、よいしょ。ちょっとやばいですね、これは。もうお昼はだいぶ過ぎてしまいました。どうしよう。何ですかね、この休憩所みたいなとこありますけど、誰かいないかな。あ、水源だ、ここも。脇沢津水源。へー、南阿蘇村に数ある水源のうち10カ所が2008年南阿蘇遊水群として環境省が定める平成の名水100選に選ばれました。こういうのぶら下げてあるから、きっと地元の方も水を飲みに来ると思うんですよ。ここにいたら地元の方に会えるかもしれないので、ちょっと待ってみますか。よっこいしょ。この後名水を使った絶品料理が登場。完成。すごい。熊本県の名水の里、南阿蘇村でご飯調査。すいません、こんにちは。マネの、あ、そうです。あ、八代優と申します。え、地元の方ですか？そうです。すごい、うん、水汲みにいらしたんですか？そうですね、1日おきぐらいに。あ、そうなんですね。会社に持っていくお水をね。へー、ここで汲んで、はい、みんなで麦茶とか、はい、コーヒーとか、はい、うわ、待っててよかった。やっぱここのお水違います？そうね、ずっとこれでね、うん、あ、そっか、ね、もうすぐそばだしね。あ、そんな風に直でもう、はい、うん、直で。やっぱり地元の方もこうやって組みに来る方いらっしゃいます？来ますよ、来ますよ。で、あの野菜洗いとかも来るしね。あー、そっか、うん、ここで洗ったらね、冷えますもんね、野菜。うわ、完了ですね、あっという間に、はい、そうそうそう、すごい。多い時は 5,6 本組んでいく。すごい、うん。お母さん、ちょっと一つお願い聞いてもらってもいいですか？あの、あなたのご飯見せてください。あー、まだまだうちはまだまだ今か仕事の帰りだし。あー、うん、そうなんですね、はい、お仕事頑張ってください。わ、はい、かりました、うん、ごめんね、すいません、はい、ありがとうございます。すいません。夕方5時、まだ一軒もご飯見られてないですね。この近くにも水源があるって言ってたので、ちょっと行ってみましょう。お、あそこに休憩所があるってことは、もう少しですね、水源。ここかな？ここですかね。あ、ほら、飲むやつ。
ここだ。うわーすごい。ここもまた綺麗。ここはなんか穏やかですね、すごく。水泳のもう近くにお家があって、へえ、わあ綺麗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 、めっちゃ綺麗。なんだろうこれ、なんでしょうね。聞いてみたいですよね。水源の本当に近くに住んでる方も気になるし、思い切ってちょっとトントンしてみようかな。あ、あったあったあった。すいません突然、はい、今テレビ東京で水源についてお話聞きたいなと思って、はい、ちょっとピンポンしちゃいました、はいはい、すいませんいいですか。いいですよ。ありがとうございます。こんにちは、はい、こんにちは。あそこの水源ってもう昔からあるんですか。そうそうそう、お家もずっとここに。そうそうそう。なんかあそこの水源にあった、あのなんか丸いカランコロみたいな丸いやつここから見えますかね。いいですか、ちょっと入って。これです、この。あ、これって何ですか。これは芋を洗うと。え、芋を。芋洗い。そうそうそう。あれはこうやって転がすんですか。いや自分で水力、水圧で。水圧。うん、あすいません、ありがとうございます。最後田んぼ見えます、あの使いやすい、何もできるんですよ。はい、これをここに置こうと。はい、わすごい、ここ置き場所がある。うん、足つからしてしまってすいません。そこでせき止めると水位が上がってくるんだ。くる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 、来たー。ここにお芋を入れて洗ってたんですね。今も使っている芋車、里芋を入れると水流で皮がきれいにむけるそう。お父さんありがとうございます。すいません足濡れちゃった。すごい。お父さん、あのもう一個お願いがあるんですけど、 あなたのご飯見せてください。なんだよ。ご飯見せちゃうの。あのお父さんの今日の夜ご飯を。ちょっと金ご覧で見ないと分からんし。奥さん今日は許可もらえたりします。お父さん、あ、もしもし、ちょっと変わるちょっと倒しやってる。あ、すいません突然失礼いたします。ご飯を見せていただきたいなという番組で、ご主人がよければ。お父さん OK だそうです。あれ、はいはい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。やった。6時7時になるそうなんです。ちなみに お父さんはお仕事 何されてるんですか。今農業やってます。あ、農業、はい、田んぼはお近くですか。お近くですよ。あ、そうなんですね。そこへ、こんにちは。あらあらあら、あ、すいませんお母さん、ありがとうございます。改めまして、八代優と申します。緊張しますね。お手伝い何でもしますんで言ってください。あるもので。はい、あるもので。ありがとうございます。お邪魔します。ご飯を見せてくれるのは藤本さんご夫婦。ご主人は米農家、奥様は電気店で営業の仕事をしています。失礼します。お邪魔します。すごい、めちゃくちゃ広い。失礼します。失礼します。取り掛かる感じですか？
はい、すいません。早速晩ご飯作りを拝見。一体どちらへ？向かったのはキッチンの裏にある難度。綺麗取れた。え、欲しい。湧き水で育ったお米ちゃんですね。はい、ちなみにここから出てるお水って湧き水？そうです。水源の水。切り替えてるんですけど、はい、どうしてもお家の方が美味しいから。すごい、湧き水で育ったお米で湧き水で洗って、水道代は0円。はあ、すごい。阿蘇山の伏流水で育つ米は甘みが強くなるそうです。そうやって細長く切るんですね。へえ、すごい。これよく作られるんですか？そうですね。へえ、うちは揉み方をすることが多くて、はい、10人ぐらい妻つむるんですよ。そうなんですか？近所の方たちが？近所。八代さんのために得意の宴会料理を振る舞ってくれることに。ありがとうございます。このポテト、うわー、美味しそう。そこにチーズを、最高ですね、これは。いやー、さすが人がたくさん集まるから、やっぱこういうお皿を持ってらっしゃるんだ。家飲みの定番だというポテトとベーコンの炒め物、酒が進むと飲み仲間からも評判。しそをかける。へえ、これは昨日のね、残りがあるからって思って。これ煮物ですか？そうです。へえ、地鶏の鶏の肉と芋と、はい、こんにゃく、椎茸、ごぼう、人参。へえ、これお醤油なんですか？猫ぶだし。北海道産の日高昆布を使った調味料、通販で取り寄せているそう。おお。昨日の晩ご飯だった煮物を猫ぶだし、醤油、豆腐を加えてお吸い物にリメイク。自分が育てた野菜を残さず美味しく食べるためよくするそうです。これお母さん、これは何ですか？酢物。きゅうりとわかめ。はい、わー、美味しそう。これは昨日のうちに作ってあったやつですか？はい。あれ、お母さん、これはめちゃくちゃ美味しいです。おこわ？おこわ。おこわ、これは昨日のお客さんの、はい、前日の家飲みに来たご近所さんからのいただき物。ご近所同士でよくお裾分けするそうです。炊き上がりました。あー、綺麗、光ってる。わ、いい香り。真っ白ですね。美味しいですよ。 OK ですね。わー、完成ですね、お母さん。完成。わーい。おかずはなんと10品。晩酌をするため普段から品数は多めだそうです。ご近所さんからいただいたタケノコの味噌煮に、自宅の畑で採れたきゅうりとキャベツのサラダ、地元で採れたメロンまで用意してくれました。ありがとうございます。お父さん、え、ここに行ったんでしょうね。お父さん、先に行ったのに。お父さん、車があるから多分どっかに飲みに行ったんじゃないですか。どっか行っちゃった？はい、嘘。本当に。名水で作る米農家さんの晩御飯。ここに行ったんでしょうね。お父さん、車があるから多分どっかに飲みに行ったんじゃないですか。どっか行っちゃった？はい、嘘。
え、よくありますか、お母さんがご飯作ってる間に。そうですね。あるみたい。時に食べちゃいますか。食べちゃいます。ご主人、すみません。お先にご相伴に預かります。じゃあちょっと。難しいよ。はい。これ煮物だったんですもんね。美味しい。美味しいですか。足が効いてます。じゃあちょっと私もいただきます。うわ、本当だ。めちゃくちゃ出汁効いてますね。もう美味しい。これ魚の油炒め。え、なんですか。うわ、美味しそう。一緒ご飯にかけて。はい。食べてみる。わあ。お母さんの手作りです。あ、ありがとうございます。すいません。お母さん作られたんですか、はい、これ。魚の油炒め。湧き水で炊いたお米ですね。高菜炒めと。高菜炒めすごく甘いですね。わ、すごいもちもちですね。めちゃくちゃ美味しい。美味しいでしょ。いただきます。ベーコンと一緒に。ちょっと塩分控えめです。はい。シソが入ってるのは珍しいですね。すごく。じゃがいもがすんごい柔らかくて、うわあ美味しい。はい。来た。お父さん、お帰りなさい。お父さん。ちょっと一緒に食べたかったんですよ。はい。ちょっと弱ったもんじゃけな。どこ行ってたんですか。友達の時行ってた。ちょっとよかった。飲んでたんですね。いただきます。はい、よかった。お父さん美味しいですか。美味しいですね。黙っていくとダメじゃないねえ。ほら、報告していかない。お父さん怒られてますよ。あ、ありがとうございます。ごまかしましたね、お父さん。まだ飲みたかんとってな。芋焼酎。芋焼酎。はい。あら。そうそう。うわあ。いいじゃないですか。これどうしたんですか。これはな、結婚のな、何周年記念でわざわざ作ってくれたんですよ。あ、そうなんですね。2014年に。うん。私の名前は和幸なんですよ。あ、和幸専用。あ、お母さんのもあるんですね。あ、ふみこ専用。うん、いいですね。これ、これですか。いいでしょう。はい、お父さん。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。突然すいません。飲める方の。大好きです。あ、好きだ。はい。ここ地震も大変だったと思うんですけども。地震の時も半壊だった。これ冷蔵庫なんか食べたんちゃう、こっちは。え、これですか。もうこれ以外傷が入っとるでしょ。はい、傷ついてます。ここの茶棚も全開。わー、そうなんだ。だからお茶碗が全部。はい。こう片付けとか大変だったんじゃないですか。大変ですね。めちゃくちゃやったな。復旧もじゃあ皆さんで協力し合ってっていうのはありますよね。2016年の熊本地震で集落全体が大きな被害に遭いました。日常生活を取り戻すため、ご近所同士が協力し、散乱した家財道具の片付けをしたそうです。前からは最初にね、みんな方が絆があったっけな。常に日の頃からね、朝晩会ってからもね、そういうなんかコミュニケーションもできるけどな。そうですね。だから田舎の特権みたいなのがあるわよな。すいません、ありがとうございました。では、はい、さようなら。お疲れ様でした。どうも。白川水源から車でおよそ40分、阿蘇内の巻温泉へ。この辺りに熊本の名産を使った行列ができる超人気店があると聞いてやってきたのですが、温泉街で行列店。あ、ありました。
すごい並んでますよ。何屋さんですかね。お食事処って書いてますけど、皆さん何が目当てなんでしょう。一見普通の食堂ですが、一体何が評判なんでしょう。撮影許可をいただき店内へ。ちゃんぽんがね、有名だったみたいで。あ、そうなんですか。うん、でも食べてみたくて、うん、いただきます。こちらはちゃんぽんを取り分けてますね。どうやらちゃんぽんが評判のお店なんですね。いらっしゃいませ。あ、佐藤さん、店長さんですか。すいません、はい、注文見せていただいてよろしいですか。はい、早速ちゃんぽん作りを拝見。具材は白菜、キャベツ、エビ、アサリなど11種類。野菜の食感を残すため強火で一気に炒めます。こちらのちゃんぽんの人気の秘密は店オリジナルの和風だしのスープ。ちゃんぽんといえば豚骨スープが一般的ですが、なんと昆布といりこから出汁を取っているんです。海鮮のいい香りがしますね。ところが最近はちゃんぽんを上回る人気メニューがあるそうです。こんにちは。こんにちは。これは何を召し上がりますか。赤牛丼食べに来ました。赤牛丼、はい、皆さん赤牛丼です。はい、はい、で皆さんどちらからいらっしゃいますか。福岡から来ました。福岡から来ました。はい、そのために来ました。赤牛丼を食べに、はいはい、そうなんですね。人気ナンバーワンメニュー、赤牛丼。美味しそう。すごい大きいですね。美味しい。何を召し上がってますか。赤牛丼です。赤牛丼。美味しい。美味しい。もちろんですね。赤牛って何なんでしょう。赤牛とは熊本で大正時代に誕生した和牛。脂身が少なく赤身が柔らかいのが特徴。丼に使うのは赤牛のももの部分 120g。 タレは醤油ベースで、玉ねぎ、大根など5種類の野菜をすって煮込み、1ヶ月寝かせたもの。ご飯は地元阿蘇の湧水で育ったつや姫。毎日店で精米しています。そこに大根と水菜を添えます。レアに焼き上げた赤牛を乗せて完成ではないんです。手肉をやっていくうちにこう端の部分とかにやっていくんですね。それを今度はこうちょっと刻んで。余った切れ端をさらに細かくし、麦味噌、砂糖などと煮込んだもの。これが赤牛丼のアクセントに。
最後に肉を焼くのに使ったタレをかけて完成。多い時には1日600食も出るそうです。じゃあいただきます。あー美味しそう。じゃあちょっと卵、あー美味しそう。いただきます。やわらか。脂身が少なくてさっぱりしててタレも濃厚でお米に合いますね。ではそろそろあれをちょっとお伺いしたいんですが、あなたのご飯見せてください。はい、そうですね、大体1時過ぎてから交代で食べていくんです。交渉成立です。明治43年創業、赤牛丼で人気の今金食堂。客足も落ち着いた午後2時、ご主人どちらへ？調理場。ここでタレとか作って。あ、そうなんですか。失礼します。奥が、あ、この奥が、はい、お母さん、はい、先生になります。はい、私が作ってます、はい、もうずっとですね、今から作るのはお母さん、はい、はい、お母さん、これ何ですか。ジャガイモですね。ジャガイモ、明太ジャガ。よく作るんですか。うん、よく作る、みんな評判がいいから。従業員さんのお昼ご飯は全部お母さんが作るんですか。はい、たくさんいますよね。普通は14人ぐらいですけど、はい、土日は20人分ぐらい作ります。まずは生姜とニンニクをごま油で炒め、この赤牛にね、はい、あれを持ってきて、ちょっとだけ刻むんですよ。醤油、味噌、鶏ガラスープなどの合わせ調味料を加えます。赤牛を使って一体どんな料理になるんでしょう。お母さん、これ、これが熊本の長ナスです。これ熊本長ナス、熊本特産の大長ナス、およそ40センチ。これは素揚げしたんです。素揚げしてます。これ入れちゃうんですね。大長ナスの特徴は果肉が柔らかく、炒め物にすると味がよく染み込むそうです。ゴーヤを入れてみました。ネギの代わり。ネギの代わりにゴーヤを。これ黄色いズッキーニ。ズッキーニ、はい、まかないだからお野菜をね、できるだけパセをして食べてもらおうと思って。地元で採れた夏野菜をたっぷり使った赤牛の麻婆茄子。従業員の健康を気遣って野菜多めのメニューを作ることが多いそうです。順番にいきます。だからこうやってね、公平にならないように、このおつゆ、おつゆ、うん、あ、これ、うん、これは何のおつゆですか。たけのこ、鶏肉、人参、豆腐が入った具沢山のお吸い物。ちゃんぽんと同じ昆布といりこの出汁を使っています。まかないは厨房の空いているスペースで。4代目の奥様、ともみさんも一緒に食べます。いただきます。いただきます。美味しいです。あと牛の方が、うん、大変、おいしく、いつもこうやってまかないで、あの赤牛は割と
そうですね。カレーにもしますし。やっぱり使う店で使うやつの端切れが多いかな、うん、牛肉や豚肉よりは食べると思います。うん、孫の人はやっぱりご飯がいけるとですよね。あ、ご飯進みます、うん、赤牛丼は昔からあるんですか。赤牛丼は15年前代目になってからです。4年目がこう考案開発されたんですか。はい、なんかきっかけがあったんですか。平成の町村合併が始まりだして、はい、役場とか農協とかが全部隣町に行っちゃって、うん、で、まあ、うちはそれなりにその地元の人で賑わってたんですけども、まあ、それじゃいけないということで観光客をターゲットにした丼をですね、うん、作ってみました。地元で働く人のための大衆食堂として始まった今金食堂。2005年の市町村合併の影響で役場が移転し売り上げが半減。100年近く続く店を守るため4代目の聡さんは観光客を狙い、阿蘇の特産品を使ったボリュームのあるメニューをと赤牛丼を生み出しました。またどうしていきたいって。そうですね、まあ僕も時代の歯車の一つじゃないんですけど、はい、息子さん4人おりますんで、うん、子供たちにちゃんと伝えていけるものが伝えていければと思っております、うん、100年経ったんで、うん、さらに100年、うん、200年じいちゃんが遺言ですもこの夏皆さんも魅力いっぱいの阿蘇に遊びに行ってみては。